day. My life would be more than okay. 10時はよく食べ、よく遊びの元気な男の子でした。またどんなスポーツでも嫌がらずやってきた方だと思います。ただ勉強になると頭を抱えていたように思います。No more tears to dry. And I would say it one more time. It's been more than fine. 今日も綺麗な花嫁姿。ママはとっても嬉しいです。おめでとう。今日のおめでとうは今までで一番大きな意味のあるおめでとう。あなたが私の娘でよかった。幸せになってください。Say what you will、Say what you will Before it's too late You say what you will、And if you were to walk away No, you couldn't stay All the times we've had All the good and not the bad But how could I know And how could I show So say what you will Before it's too late yeah, Say what you willWhat you will before it's too late. You say what you will.、サラリーマンを3年前に辞めて決断をした一番の理由は東日本大震災です。小学生の少年が将来消防士になる夢を掲げた番組でした。しかしそれは大震災でその夢は絶たれたという内容です。それを身に自分の身に考えた時に不安どうこうではなくチャレンジできるそういった目標を夢にチャレンジできる環境にいるだけでも幸せだと感じました。何歳になっても夢を追い続けというテーマを私は裏テーマに考えていました。ぜひここにいる皆さんも年齢関係なくまだできること、目標、そんなものをずっと追い続けて一緒に私たち2人と関わっていけたら幸いです。Be more than enough.